あ、こんにちは、いつも一人です。今日はですね、前回姫ハッカっていう品種を、ちょっとマスクしてなかった。あ、いつも一人です。前回ヒメハッカっていう動画を上げたんですけど、今回はですね、北海道の原種の赤丸っていう、大正時代からある原種なんですけど、赤丸っていう品種を、山梨県の造園会社から、42鉢買いまして、で送ってもらって今日到達したところです。でこれちょっと来年植えるんですけど、とりあえず植え替えをして来年家を解体した後、地植えしていこうかなと思います。じゃあちょっとこれに入れ替える作業を行いたいと思います。待ってよ。あ、色違う。こういう感じでいいかな。もうちょっと入れるか。もうちょっと入れるか。もうちょっと入れようね。やべ、土足りねえ。1、2、3。ちょっと詰めて植えるか。足んねえ。これ重いんだよな。なんかな。かっこいいじゃん。もうちょっとは。
もったいない。よし、じゃあ植えようかな。いやもうちょっとかな。じゃあ植えまーす。こんな感じかな。こんな感じですね。待って、こんな感じか。1、2、3、4。ああ。こんな感じかな。12。よし、わかった。12だ。すごい野生的な匂いする。非常にこの赤丸っていうのは尖ってる匂いっていうか、硬派な匂いがしますね。すごい香りがね、男らしい香り。いやー、すごいとんがった匂いしますね。ヒメハッカはすごい柔らかい、こう女性的な匂いがしたんですけど、このヒメハッカっていうのはなかなかガツンとくる。これまたいいですね。
よし。よし。ちゃんとこう赤丸ってか。3、3、4、12、24、24、あー土足りないな、どうしようかな、困ったな、42買ったわ。
とりあえず12個とりあえず完成ですね。ちょっと待ってよ、どうしようか、ジジイだから、重くない、もうジジイだから、こんなもんでいいか、ちょっと待ってね。いやー、買いすぎたな。ちょっと多かった。
種なんですよ、カイドウの。いやー楽しみだな、来年家壊した後楽しみ、うん、
ちょっと一分。あ、そう、解体。解体をする家、映してなかった。今映します。この家です。木造2階建て。うん。木造2階建て。お、今手で壊してるの。あ、飲みたいけどマスクしてるからダメだ。後にしよう。これか。こう。1、2、3。3、4、3、1箱、2箱、3箱、4箱、1、2、3、4、5箱、6箱。ああ、ちょっと待ってよ。6箱。どうしようかな。困ったな。こうするか。よいしょ。こう。なんか出る。こうしようか。何個入れるかな。今日もアース。
と切れないな。切れないんだよな。よし、まあいいや。植えるかな。これね。何個植えれるかな。一、二。うわぁ、3個きついなぁ。こうか。ね、こうかなぁ。こうか。うん、こう。うん、こんな感じかなぁ。違うな。うん。こうか。こうかな。うん、やっぱ6個か。うん、よし、こんにちは。
し、あともうちょっと。持ってきます。ああ緩く見えます。どうしようか。これで6個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
1、2、3、4、5、6。うわーギリか、足りないな土が。その辺の土拝借するかな。そうだね、うん、そうしよう、よし、あと一つか。Thank you.
6、あ、ちょうどいいんだ、これで。あ、そっか、マスクしてるか。ちょっと裏庭、裏山です。痛い、ごめん。
しいで。ちょっと取ってきました。もうちょっと欲しいな。もうちょっと欲しいけど、もうちょっと欲しいんだよな。
よし、とりあえず植え替えは終わりました。ちょっと移しましょうね。今日はあの植え替え編ということで、以上いつも一人でした。